とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、いい感じのデイリー出てたので、行きたいと思います。マルチショットの変更点。だね。以前もやったけども、やっぱりね、このマルチショットの変更点で、バブルバースター使っていくと、もう、最高なんだって。めちゃくちゃ強いからね。ということで行きましょう。ちょっとね、マルチで入ってきてくれたので、二人で、やっていきます。まあ、途中からまた入ってきてくれるかもしれませんけども、今のところ、二人ですね。行きます。確かにね、これ、すごい強いんだけども、普段以上に変更が出てきたら死ぬ。まあまあ、普段から死ぬんだけどね。普段から絶対死ぬ感じなんだけども、ちょっとここで、矢を稼いでいこう。いや余裕でしょ。ここすっごい敵多いところがあるんだけども、そこここここここももうこんな感じよ。いや意外ときついちょっと待てちょっと待ってバンガードがすごい数だったね。うまいことワンパンでいけなかった。もうなんか詰まってたね。詰まってる感じで全然いけなかったけども、よし倒した。でこっち側にキャプテンいるでしょ。ここは比較的キャプテン多いと思うんだ。おっしゃ2体いる。ちょっと待って、ラグい。数が数だからさ、ラグいラグい。2体倒した？あ、奥の方で死んでるんだな、これ。もしかして。奥の方じゃない？え、違う？あ、取ってくれたんだ。そうかそうかそうか。先に取っててくれたんだ。ありがとう。よし。プレイヤーの HP40% 減少の脅威増加。まあ、今のところ、全然余裕だね。このまんま。ノンストップでいきましょう。あ、まあまあ敵がね、全くいない時とかは飛ばしていくんだけども。あ、ばあ、なに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 、なんで死んだ。ちょっと待って、俺装備ちゃんとしてるよ、してるよな。バカか俺、バカか俺、本当に何の装備つけてるのよ。そりゃ、もう。そりゃ死なんわ。そりゃ死なないわ。なるほどね。ちゃんと理由があった。イカ装備をつけてなかった。道理でない。道理で死なないはずだわ。ああ、やっぱイカ装備か、影の衣装備しないとワンパンしないもんね。はいはいはい。もうワンパンするようになったら楽勝よ。あと、まあまあ、ほぼほぼ死なない方がいいから、ちょっと待って、大丈夫？一応気をつけながら行かないとね。ジオマンさんね。ジオマンさんにやられた。あれ、急に来るから、この影の部分にさ、爆弾出されると、やられちゃうもんね、どうしても。あれはね、やられ、あら！やられちゃうのよ。えらい手前からのスタートだな。俺も行く、俺も行く。めちゃくちゃ手前じゃん。もうめちゃくちゃ順調。あ、なんでなんで？変更だ。最悪だわ。変更はきついな、やっぱり。おお、なんとか倒して、そこのクリーパー、よし、ナイス、ありがとう。変更にでもボッコやられるね。いないな。あー、そうか、このキャプテン比較的少なめだったよね。そうだ、こうキャプテンがあまりいない場所だわ。せめてあと2体ぐらい
来てくれれば嬉しいんだけども、うん、どうもいないな、まだ。この先はどうだ？来てくれるか？多分ね、1体か2体はね、いるとは思うんだよね。1、2体はいるとは思うけども、どうだ？ 4 体いてくれるか？あ、意外と、横道が多い気がする。今回。いた！どこ？あー、やばい！これ死ぬよ。一発食らえば死ぬよ。よし。倒す倒す。いいね。バーストボーストリングがしっかり決まる。モブの HP170% 増加。地獄だね。地獄のようなエンチャントですか。こっち側は、あ、いないね。もういないか。あ、もういないわ。3体。まあまあ、そんなもんじゃないっすか。よし。で、最後。ちょっと、気を抜かずに、倒していきましょう。あ、本当はね、こう物陰から、若干様子見ながら行った方がいいんだろうけどね。でも、ゴリ押していく。うん。あそこでぴょんとね、変更が来てくれたら、終わるからね。ないなぁ。なかったね。まあ、仕方ない。でも、クリアタイムは早かったな。7、8分で、クリア、できてますね。いきまーす。それでは、報酬見てみましょう。なんだ？ウィザーか。で、次だよ、次。260。パープルストーム、259。おー、両方とも、結構いい感じのやつ。お、ちょ、待って！バーストゲイル。あー、惜しいな。惜しいね。まあまあまあ、いいか。あ、でも、バーストゲイルよりも、谷の小玉の方がいいのかな？あれは、複数の敵に当たるっていう能力がついてるからね。まあまあ、両方とも、そこそこ強いんだろうね。はい。まあ、出たのを見てみましょう。パープルストーム。ついてない。クールダウンショットがついてない。ダメ。ウィザー。クールダウンはついてんだけどね。雷フォーカスがない。ウィザーで、カバンビルドありだと思うんだよね。6% 吸収ついてるし、35% の軽減ついてるんで、ウィザーで、雷フォーカスつけば、そこそこ良さそうだな。まあ、とりあえず今日はね、マルチショットのデイリークエストを行ってみました。やっぱりマルチクエストを、マルチクエストってなんだ。マルチショットのクエストは、もうボーナスだよね。ボーナスステージ。やっててね、めちゃくちゃ楽しいね。バッタバタ倒していくんで。まあ、途中で装備間違えちゃって、やられちゃったりとかもあったんだけども、まあ、こういうこともありますよ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。